トロチャンネルをご覧の皆様こんにちは、島崎子です。今日は私の、カバンの中身をお見せしたいと思うんですけれども、カバンの中身といってもこう活動の中でオンモードとオフモードとあると思うんですけど、今日はお仕事モードのオンモードのカバンの中身とカバンをご紹介したいと思います。ちょっともうすでに飛び出ちゃってるんですけれども、意外と私蓋ができないぐらい物を詰め込んでしまうのがオンモードの傾向です。で、まあ必須アイテムのパソコンと電話とパソコンに使うコードとかを全部ここに1個にまとめてます。と、私結構普段メイクあまりしないんですけど、まあやっぱり人と会う時とか打ち合わせがある時とかはお化粧もするのでポーチ持ってます。で、もう1個ポーチなんですけど、これも蓋が閉まってないです。まあ、今のところあまり支障がない、この状態でも。まあ、お財布と名刺入れ、まあ、鍵一式と、あとこれはちょっとヘアパフュームなんですけど、香りがものすごく良くて、バラの精製水が入っていて、すごくなんかこうリフレッシュできるので、これ持ち歩いてリフレッシュしたい時にちょっと髪にシュッシュとかしたりしてます。これは炭酸ミストを携帯できるやつで、こういう風に使えるんですね。これで潤いを保ってるっていうのでちょっと持ち歩いてます。これが今のところのオンモードのカバンの中身ですね。ポーチはこれだけでリップが1個3個4個4つ入ってて、と目薬となぜか耳栓と、最近はちょっと少ないんですけど、移動しなきゃいけない時とかちょっと耳を休めたい時は耳栓を使う。これすっごい可愛いんですけど、パッケージもアイシャドウのパレットなんですけど、ここにうっすらですけど文字が書いてあって、この字を書かれているのが女城主直虎で、直虎っていう題名を書いてくださった真彩若杉さんお書きになったそうで、ちょっと浮世物なんていう。これまたでもビビッドに見えるんだけど、肌にのせるとすごい馴染む。この中はもうほんと基本的なのばっかりなので、ちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、こんな感じになってます。あと喉飴薬とこんな感じですね。これを持って歩かなくてもこれだけ持って歩くみたいな感じですね。あとメガネ拭き、こんな感じですね。リップクリーム大好きなんですけど、これは、まあ、ちょっと前回出張で行ったスーパーで買ったバーユのリップクリームでこれ逆に新しくないですか、このバーユって。私馬好きだし、最近気に入って使ってるリップクリームです。これもう何年使ってるか分かんない、10年ぐらい使ってるかもしれない。こういうケース類は気に入ったらずっと使い続けちゃって、バッグもそうなんですけど、かなりこれ年季入ってますね。これプラダのキーケースなんですけど、高いだけありますよね。全然崩れないし、ずっと気に入って使ってます。で、これはふみこうださんっていうエシカルなブランドやられてる方で、エシカルレザー、本当のレザーじゃないんですけど、もうレザーにしか見えないような、すごい高級感のあるプロダクトを作ってらっしゃる方で、最近はこれに名刺を、私も実は名刺持ってるんでね、入れてます。そう、これすごい気に入ってる今。あとはリップの色が見たい。見たい？うん。そう？私結構血色が良くなると赤くなるので、唇もなんか結構地の色でやる過ごすことが多いんですけど、リップクリームだけってことが、今もリップクリームだけなんですけど、さらにこういうちょっと明るめの色とかで、これはポーランド城の一つ使っちゃってるんですけど、にゃんこちゃんのヘッド可愛すぎて、でも後頭部から使ってます。こういう風に人のその体温とか元の色とかによって色がちょっと変わるらしくって、私がつけると強めのピンクになりますね。温かみのある色が好きで、暖色系とか、あとボルドーとかワインカラーとか、なんかそういう色、こういうのもそうですけど、パッケージとかはそういうのに惹かれがちですね。あとはピンク系と、まあ、これも、まあ、中身の色ですけど、グッズで作ったりするのもやっぱり使ってみないとわからないので使い続けているんですけど、これ
グッズで作ったんだよね。ホテル座高ってイベントの時に作ったあのポーチなんだけど、もう使いやすくて、でも猫がかじってもうボロボロになっちゃったんで、これ2台目です。一応現場バッグも持ってきたものね、今日。でもこれはあのミバコンスの お気に入りの大きいオーガニックコットンのバッグなんですけど、まあ、着替えとかあとその日買うものとか結構現場だと変わるので、撮影モードの時ですね、こっちは。でなんとこれもうちょっとこの大きいバージョンはあのポーチが好きでですね、こっちは結構あの本当現場グッズ、ティッシュとかとこれクエン酸、水に溶かして飲むと疲労回復になるので持ち歩いてたりとか、青汁とか蜂蜜とか喉飴、あとは、まあ、マスクとこういう健康食品とかも入れてます。こんな感じかな。お仕事の時のバッグっていうのはやっぱりオンだからしっかりみたいな。そうですね、あとはまあ人と会うっていうのもあって、あの当のバッグでアハハっていうのもいいんですけど、まあ、それはお野菜とか入れるようにしてスーパー行く時とかに使ってるんですけど、まあ、そうですね、きちんとしたものは結構いい大人なので持つようにしてますし、まあ、あとは長く使いたいのでいいものを長く愛用できればいいなと思ってます。こんな高いバッグ買ったことなかったんですけど、新しい仕事し始めてからちょっと興味が湧くようになって、でさっきも言ったけど、そのちょっといいものを本当にずっと長く使い続けられるようにやっとなってきたかなって思って、そういうものを使いこなせる自分でありたいなという意味も込めて購入しました。しかもこういう中にケース入れてて、こう仕切りとかもあって、こういうのできちんと収納するのが好き。オフモードの時の私のカバンの中身をちょっと公開したいなと思います。オフになるとですね、とても荷物が少ない。カバンとかはね、結構こだわって持ってたりするので、ちょっと見ていただけたらいいなと思います。私はこういう素朴なというか、なんか当の編んだようなカゴバッグみたいなのが大好きで、もうあるとついつい手に取ってしまうんですけれども、これはもう本当に頑丈ですごく長く使えそうだなと思ってあの選びました。カッと開けるとですね、中身がこういうすごい可愛い生地になっていて、で本当にシンプルで、もう財布、携帯、ハンドクリーム、まあ、またこのリップクリーム、ティッシュ、マスク、まあ、鏡みたいな感じですね。あとこれはなんかちょっとあの飴ちゃんとか持ち歩いてます。オフの時って結構バッグが小さめを持つことがあるので、そうするとお財布が入らなかったりするので、まあ、それ用にちょっとこういう小さいお財布を持ってます。でも色味はやっぱりこういうちょっと淡いトーンの。アスダコの時の鏡です。これいいんですよ、このサイズ。ちょっと大きく持つし、アメちゃんはね、ちょっと特殊なやつなんですよ。これは砂糖玉なんですけど、実はちょっとあの作ってもらって、レメディって聞いたことありますか？レメディって、まあなんていうのかな、その成分を何万倍とかに薄めて、もう何万倍も薄めたらないじゃん、ほとんどみたいなことなんですけど、もうその症状に合わせて、なんかそういうあの成分をそれだけ薄くしたものをこういう風に飴玉状にして、まあ、ほとんど砂糖の飴玉ですね。これはミュウミュウのバッグですね。さすがの作りで、本当に頑丈で全然型崩れしないように、これはもう大切にちょこっとずつ使ってる感じ。お休みの時にちょっと持ってみたいな、ピクニック気分ですね。ピクニックが好きなんですね、私。というかこういう場所が好きです。こういう場所に合うものが好き。だから本当はこういうのもそうだし、本当にお皿とかカトラリーとかもうグラスとか入れた陶のバスケットとか持ってレジャーシート持ってきたい。じゃあ今度 YouTube でそれやっていただいてもよろしいでしょうか？ピクニックいいですよね、やりたい。スタッフが美味しくね、サンドイッチいただきたいの。手作りでそういうのもいいかもしれない。今回ははみ出てないです。オフははみ出ない。名言出ました。